空洋諸島はフィリピンの数流海北部に存在する諸島。ミンドロ島の南、パラワン島とパナイ島の間ほどの位置に存在する。諸島は57平方キロメートルの面積があり、南北に14キロメートル程度の大きさの最大の島である空洋島を中心としている。45個の島と小島からなる諸島で、合計の面積は130平方キロメートルほどである。 空洋諸島は二つの小諸島に分かれており、北部はクイニリューバングループと呼ばれ、南は空洋グループと呼ばれ主要自治体の中心となる島々から構成される。実質的には本島のパラワン島と関係しており、ルソン湖の西の端に位置している。空洋島は火山島で北部のクイニリューバンも火山後の隆起産後干渉だとされ、いくつかの峰の高さは 火山性の流気を強く裏付けている。他の多くの島々は、純粋に産後によって形成されたと見られる。空洋諸島は、南部と西部の空洋、東部のマグサイサイ、北部のアグタヤの3つの自治体に分けられる2010年時点で、諸島全体で45,718人の住民が居住している。北から南に、クイーニリューバン、パマリカン島、マナモック島、 アグタヤ島、空洋島などが主要な島として知られる。空洋諸島とパナイ島の間の海峡は空洋東水道と呼ばれている。ありがとうございます。